新潟市西区にあるスーパー一万。毎週月曜と木曜に卵の特売を行っています。今日は特売価格で税込み192円。卵の値上がりに頭を悩ませています。見せてくれたのは仕入れ値を記録した台帳。1年間かけて上がってるね、これ見ると。毎週上がり続け、先週の仕入れ値は238円でした。もう卸値がもう過去最高値更新し続けてるんで、まあ、売る側としてもなんかこれ本当にね、お買い得価格で出してるのかなっていう、もう自信もなくなる感じで。今日新たに胎内市で鶏の殺処分が始まったことで、事態はより深刻になったといいます。明日からもう入荷しませんと。いや、ありえないでしょ。卵がだから納品できないってね、今まで経験したことのない衝撃。そんなことだって、取引先から明後日以降納品ができないと連絡があったというのです。この状況に買い物客は、絶対なければ困る、冷蔵庫に必ず入ってるから、目玉焼き、卵焼き、ニラ炒め、そういうのができなくなる、そういうところで不便はすっげー感じる。圧倒的な供給量が少なくなったからじわじわ上がって、で最後の一生懸命出してたところがダンでシャットダウンされたから。卵を使った商品にも影響が出ています。老舗菓子店の大阪屋です。丸いバームクーヘンは人気でございます。本当に卵にこだわって作ってますので、お祝い事などで多くの人が買い求めるというバームクーヘンのホール。しかし今月からカステラとともに販売を休止にしています。やっぱりこのお祝い時期にないのはちょっと厳しいなと思うんですが、売ってると思って来られた方がやっぱりこう来て知ってしまう場合も多々ありますので、本当にそういったことがないように早くこう販売につなげられるといいなとは思うんですが。工場を訪ねてみると、クーヘンにも卵が入ってますね。入ってる。ほとんどの商品で使用している卵、多い時には1日500キロ以上も使うといいます。しかし、卵の分量が絶対的に少ないということで、まあ、基本的には割り当てと、弊社で、希望する分量の今 50% ぐらいだと思います。鳥インフルエンザの感染拡大で卵の供給量が減り、以前の半分ほどしか入荷できていないといいます。ホワイトデーやお彼岸などこれから繁忙期を控えているといいますが、ちょっとギリギリ綱渡りの状態です。こういうことって過去にもあったんです。初めてです。初めてです、はい、もしこれ以上卵の入荷が滞るであれば、次の製品を入れる、休止をすると、休ませていただくという形になると思います。今基本となる、資源量なんで、それがないということは非常に困ります。もし生き物を相手に、生物を相手に仕事をしているというところを改めて、自覚をしたというのは、未だ収束が見通せない鳥インフルエンザの拡大。農林水産省は卵の供給量が戻るまでには1年近くかかる恐れがあるとしています。